さて、広島のピッチャーが変わりました。ドラフト5位のルーキーです。福井商業から今年入団いたしました。ドラフト5位の横山隆二投手からもルーキー。そうですね、あのプロ初登板です。今日、はい、ここまで登板はありません。なんだかもう後悔したらあかん。でも今はもう本当は本当にそんな気持ち、山木前引かれてしまってで得点になるケースがあったでしょ。すんなり抜かれてしまうとなんやということになるしね。ここは前進守備してるし相場が、タイムが先だったんですね。そうですね。明日はスライダーが開き気味なんで、溜めてインコースから曲がってくる球を待ってというふうに言われてそうなんですね。で、このツーベースいっていますということでした。お願い、普通に守ってって言っといてくださいね。それから岡本さんに僕のいいところをどんどん言ってくださいよという伝言がありましたので、よろしくお願いします。いや、あんたにしろ、うん、絶対しぶといですね。ね、5割前後打ってたんですよ。3割1分3厘で、取りました、取りました。なんかもうほとんど